皆さんこんばんは。今日はロシアのテノール、ウラジミラ・タラントフという人についてお話ししましょう。1939年、か40年の生まれだと思います。お調べください。ですから85、86になっているんでしょうか。存命ですね。私は聞きましたよ。1986年、あれはパリアッチカバレリエルスティカーナをまずエレナ・オブラスソーワが歌って、ああテノール誰だったんだろう、トリッド忘れました、すいません。次の道化師2本立てでね、パルマ、ミラノの近く、ミラノから1時間の劇場でパルマでやりました。それでアツラントフが道化師のカーニオを歌いました。またそのことは後で述べるとして、アツラントフ、これもアトラントフとカタカナで書くのはしょうがないのかな。アトラントフ、アトラントフ、アトラっていくんだけど、アトラントフ、ここに、しょうがないんだろうな、カタカナで書くときは。アトラントフ、アトラ、アトラなんで、ちょっと アトラントフって言うとギクシャクしちゃうんですけど、ブラジービルね、アンダレービッチという、名前がありますけれども、普通は、ウラジーミル・アトランドフという女性ですね。はい、ずっと勉強して、レーニングラードで勉強して、一時60年代の初め頃にミラノに来て、ベルカントイタリアのやり方を習うということで勉強しましたね。それから帰ってきてからチャイコフスキーの男性部門歌手で優勝、その他ちょこちょこっと勝っている。声がでかいんですよ、この人。声がでかい。まずはどうでしょう、聞いていただきましょうか。ちょっとこれはオテルロにしては、いや若い声ですが、どうでしょうか。よいしょ。一級の声ですよね。素晴らしい。これを聞く限り素晴らしい。でこれは何ですか。絶えなる調和。声はいいんですけど、母音の趣味がちょっとイタリアじゃないですよね。A が飽きすぎ、もうちょっと A アクセント、A アチェント来ると閉まるんですけど、さっきのオテルロのあまり短いからかな、分かりやすかったかと思います。次はそうですね、本番っていうかライブですね。これはちょっと歌としてぶつ切れすぎますよね。いくらこううーんってきてるところでもね、実際はこっちの感じでした。歌を聞いた時はね、力んじゃって、どうもフレーズがぴったりくっつかない感じです。レーデーってリーリーってイからは開けすぎて絵になってますよね。いろいろ言うのは簡単ですけど、ロシア人は母音が違うので、なかなかイタリア語の7つの
絵に2つ、尾に2つ、その母音をきれいに再現はできない、まあ、日本人ももちろんそうなんですけど、ロシア人独特のものがあるかもしれません。その中でもこの人は非常に、なんていうんですかねとても良かったわけなんですが、ちょっと待ってください。あ、これは、これは面白い。テレスタ・イダの録音がありますので、まあ、口パクですから、これは綺麗にうまく歌ってますよね。これは録音のせいか、あるいは何回も歌ったせいか、イタリア的に聞こえますよね。で、あーとかあーっていう母音に、空いた母音がロシア的に奥にあーって入りますよね。イとかエの狭い母音、高いところで鳴ってる母音はイタリア的なんですけど、あーあーってアとかオでグーッと後ろ入ってきますね。この声は立派、立派ですね。途中の、ミ、ファ、ソで、あとオの時に、あってロシアっぽい音が出るわけですよね。でも、なんだかんだ言っても、とても美しい声ですよね。ロシアのテノールとしては、まあ、スピントとしては、まあ、一番売れたんじゃないかと思います。私も1986年に聞いたぐらいですからね。どうでしょう、私が会った時のような写真、写真も撮って楽屋に行って話そうと思ったんで、あんま話せないみたいで、ニコニコはしないんだけど、サインや写真に答えてくれた。メガネをかけていたんですけど、これはどうでしょうか、ないですかね、どっかに写真がないでしょうか。ちょっとお待ちください。イミル・アトランと入れてみまして、で、おー、グーグル先生、拒否されてしまいました。よいしょ、出てこないかな、写真が。全然違う、バドやなんかが出てきちゃいました。あ、これがいけないの？ウラジミア・トラント、出てこない。要するに、あれですかね、日本のサイトじゃ出てこないんですか。で、SNS なんてこの5年、10年のものしか、出ちゃ来ないですからねちゃんとした資料や古いものを探そうと思うと図書館に行かなきゃいけない。専門のサイトに行けばいいのか。こうやって探しちゃダメなの。ごめんなさい。私が会った時の顔をお見せしたいんですが、ちょちょちょ歌ってますね。二重唱ですね。怖いですね。大きな眼鏡をかけて、ちょっと岡村隆夫さんのような感じでお会いしたんですけど、ちょっとさっき、あ、これですね、こういう、会った時こういう感じだったんです。никогда не видел успеха спектакля такого, как я вижу его в опере. ни в одном драматическом театре просто публика не реагирует. これ1979年とか言って、私が
86年にやってますから、このね6、7年後で、まあこれよりはちょっと年取ってたけど、まあこんな感じのニコニコしてファンと接するという感じではなかったです。言葉の問題があるのかな、こういう感じじゃなかったですよ。当たり前でこういう怖い感じで歌うときはこうそれで、ブラジルアタランと一言で言えば、出てきた第一声グラッチェグラッチェって、ディラーララリララって出てきて歌う一発すごいんですよ。で30秒も1分すると声が疲れちゃうのかね、ほーって疲れないために抜いちゃうのか、86年に聞いた時は、まあ、一発や出だしのアトラントフというような感じだったですね。あーってすっごい声出すんですけど、その後がその迫力のまんま続かないんですよ。コレリやモーナコ、デルモーナコはウンガラアンデアスペッターコラベンティトレオーレタタティタタタずっと続くんですけど、ウンガラアンデってすごい声出してアスペッターオレオレ、あとにちょっと続かない大丈夫かなと思ったことある。リリーパヤチョスートアーモーリンホラーってちょっときつくそうだった。出だしの中世からのファ・ソぐらいまでいいんですけど、でもカレラスみたく逃げ回る感じじゃない。カレラスも出なかったから、86年7年には声は全然出なかった。でも彼はそういう歌い方なのかもしれないけど、一発出てきた時はすごい声です。なんか物がバーンと落ちたかっていうようなすごい声を出します。あの肉声すごいですよね、うん。それであとはちょっとこう省エネモードに入るのか何でしょうかね。皆さんもこういうウラジミル・アトラントっていっぱい出てきますので、スピンとのものばっかしですけど、喋りはどうなんでしょうね。ちょっとエルシワ・レステルで聞いてみましょう。若い、レチタティーブ喋りは全然ダメですね。意味が分かってないのか、流れちゃってそれを発音してるだけですね。そこにイタリア人のように意味の解釈や意気込みや、この短い中で私には汲み取れません。メロディー、そう、メロディーになるとすごい声出す。声はすごいですね。メロディーラインに、メロディーアリアに入ってきてからの盛り上げ方は素晴らしい。だからブラボーっとなるんですけど、ラビーターで最後終わっちゃいましたよね言葉の処理、それからレシタティブエルシェアンデステル、その
残念ながら外国人の特徴であるかもしれないが、その辺はちゃんと勉強してはいないんですね。意味わかんなくてもそれ勉強してそれらしくは歌えるわけなんで、まあ声を出すことに命をかけた、それはジーミル、アテラントフ、アテラントフ、声一発はすごいです。今のだってすごかったですよね。エコーがついていますが、ね、1974年のトスカということです。こういう素晴らしい声の人がいました。ただしじゃあ全曲を通した時に知的に本当に心から喜べるかっていうと、まあいろいろ層密、いいとこもあり、ちょっと端折ってるとこもありという感じでした。1回しか聴いてないんですよ私ね、1986年生ではね。こういうものとかいろんな、イタリアで、それからロシアでって YouTube レコードではレコードを持っています。いっぱい聴いています。じゃあレコードは、ね、なかなかよくわかんない、いろいろうまいとこだけ集めたりねするんで、声一本という歌詞でしたね。はい、失礼しました。では。